南山通り南山通りは、大阪府大阪市中央区、何枠にある南海南馬駅東側の道路及び商店街の愛称。高島や大阪店がある、南馬駅前から南下して、南馬中に交差点を東に折れ、堺筋の日本橋3交差点へ至る、全長約500メートルの道路及び商店街である。1908年に、大阪市電南北線の布設に伴い竣工。 南馬駅前電停と日本橋筋三丁目電停を結ぶ通りであったことから南山通りと呼ばれるようになった。なお、市電は1963年に廃止されている。道幅は発軒と狭く、春光時から現在まで基本的に拡幅されていない。南馬駅前南馬中に交差点間は今宮恵比寿神社に至る恵比寿橋筋の延長線上にあたる。 2010年3月に、高島や大阪店の増殖第一期分である、東ゾーンがオープンした。南波中2交差点日本橋3交差点間は、おおむね電電タウンの北端にあたる。南波中2交差点から精神する道路は、倉前通りと呼ばれ、大阪スタジアム跡の南波パークスや大阪府立、体育会館へ至る。日本橋3交差点から東進する道路は、三倉跡通りと呼ばれ、 履物問屋街へ至る。日本橋三交差点の南東角には高島屋、東別館があり、二つの高島屋を結ぶ通りでもある。ありがとうございます。